私は働く女の子、男社会の中めげないのって決めたのを引けら早なんで、気分は今でも卑怯探検、何件回るの今日一日、たくましくなってくの日に日に、本音はいつだってもギリギリ、まとまった休みが欲しい。けど仕事は待ってくれやしない、顧客が待ってるの新商品、楽しみな顔を思い浮かべて、大好きな人々待たせて、何を向きになってるんだろう私そういや趣味の時間もない暮らしせめて雑誌の旅レポート眺めて妄想のエアポート遊びたい遊びたいけどサボれないサボれないのよ出来上がるまでどこにも行かないで弾けたい弾けたいのに後がない後がないのよ納得できるまでお願い。